どうも皆さんこんにちは、水色です。今回はですね、また違った視点からちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まあ、DLC 影の血はですね、まあ、難しいと炎上したぐらい結構難易度が高いコンテンツと言われているわけで、まあ、もちろんねゲームなので、上手い人もいれば結構苦手ながらにその世界観が楽しくてやる人もいるわけですよね。そんな中で攻略が難しいよと、まあ、自分みたいなタイプですね、そんな方に向けて攻略が快適になるアイテムとか、まあ、ちょっとしたこう、まあ、武器も含みなのかな、いろいろご紹介していこうと思うんですが、どれもね非常に簡単に入手できるのに使ってないともったいないっていうぐらい、もちろん使わなくても攻略できるんですよ。なんだけど、まあ、そういうサブ的な部分もね楽しむというのは、まあまあまあエルデンリングを楽しみ尽くすといった意味ではいいんじゃないかと思い、今回ちょっと5つぐらいかなピックアップしてます。はい、ということで早速ね見ていきましょうか。まずはですね、ちょっとジャブ程度から行くんだけど、前回金策をご紹介しましたけど、自分のね、やり方ではクズ奇跡を使ってね、周回するのがいいよというふうに話したんですけど、あれなんとね、もっといい方法がありました。コメントでたくさん教えてもらったんですけど、骨の弓を使うとね、めちゃめちゃ戦技を使うだけで弓の消費もなくて楽だよということで教えてもらったので、自分も使ってみたんだけど確かに楽だった。まあ、いろいろと、こう、いいとこ悪いところ、まあ、それぞれあるんですけど、アイテムを買う手間だったりとか、まあ、速射できる点とかからすると、まあ、骨の弓の方が効率はいいかなと思ったので、今回合わせて紹介しちゃいます。で、プラスね、これ、金策だけだったらちょっと紹介しなかったんだけど、この戦技がね、非常に便利で、まあ、一旦打つか。まあ、こんな感じで。もうバカバカ打てるわけですよ。この消費 FP 少ない中で。で、まあ矢なんてね、コストは大してかからないので、まあこの辺から、こうやって、狙うじゃないですか。めちゃめちゃ狙えんのよね。この、ロングレンジから、どっか行っちゃった、あいつ。落ちてどっか行っちゃったよ。来た。もうこのぐらいの距離から、この少ない消費 FP と消費スタミナで、バカバカ撃っててしまうと。でも近寄らせない。こういう使い方で言うと、ライサックスの雷とかね、だっけ。自分が、まあ、遠くから撃てますよと言った武器。なんてのも、まあ、戦技をね、がっつり使ってのあれだったけど、まあ、より快適に、サクサクと、ホーミング性能を持った弓をね、連射することができるっていうのも、まあ、一つ、いいんじゃないかなと思います。で、この DLC ね、高低差高かったりとか、結構上に陣取るやつが多いんだけど、まあ、そういうやつも手軽に倒せると。骨の弓のいいところは、必要能力値がね、めちゃめちゃ低いとこなんだよね。そう、なので、まあ、万人におすすめできるのは結局こっちかなっていう感じですね。自分がまあ、紹介したその、ライサックスの、これだ、グランサックスの雷は、技量がね、40必要だったりとか、筋力も20。まあ、ちょっとね、ビルドが偏ってるようなものだったりとかもするので、まあ、そんな中で、バフもね、盛りやすいですしね、弓だったら。弓系の、まあ、なんで飛距離上げたりとか、まあ、攻撃力上げたりとか、まあ、そういう感じで、上げることもできますし、割と使いやすい弓ということでね、まあ、DLC の武器でもあるので、最初にね、紹介しておきます。で、ちなみにカラスの方も見ていきましょうか。カラスはですね、この猛軍幼鳥を切ってすぐにロックオンができるので、戦技ボタン構えて、弓を撃つだけと。ただ、自分がね、ちょっと、その、いいとこ悪いとこって言ったのは、クズ奇跡はね、一回ロックオンして二回ポンポンってやったら大丈夫なんだけど、今回みたいに、ちょっとずれた時に、わかる？このロックオン今できないんだけど、まあまあまあ、めんどくさい時があるんですよね。なので、まあ、どっちもどっち、いいとこあれ、悪いとこあれって感じなんだけど、一応、非常に快適にね、狙うことはできます。まあ、なので、降りてすぐだね。森ですぐロックオンしたらスンスンスンと3発ぐらい適当に撃って当てちゃうってのがいいかなと思います。なのでちょっとながら作業とかで結構こうやべ忘れてたって言ってカラスが手前来ちゃったりするとさっきみたいな、まあ、たるいことになりがちです。まあその辺もね好みですね。自分はねどっちもいいと思う。はいって感じの、まあもろもろと役に立つであろう弓の戦技が乗った骨の弓、しかもまあ使い手を選ばないってところからまあおすすめできるサブ武器というか快適武器なのかなと思います。で、入手方法はですねこれ非常に簡単だし皆さん持ってると思うんですが改めて紹介しておきます。
で、場所なんですけど、民家の小祭壇、ベルラートですね、からスタートして見ていきます。大体この辺りかな。ちょっと実際行ってみましょうか。もろもろのモブは無視して進んでいきます。このはしごを登って階段を登ったら左手だね。この上に進んでいくとね、ボスの方行けると思うんだけど、この階段を降りていって、このなんかサソリがいっぱいいるところにいます。なんかめっちゃいる。よし、気を取り直して、まあ、こいつ倒さなくてもいいんだけど、さっきの恨みがあるので倒します。バカめ。よし、ということで、この紫のアイテムが骨の弓です。さあ、続いては皆さん、今回 DLC 出血使ってますか？まあ、おそらくね、大半の人が、縦地区出血戦法だったりとか、まあ、この血気の腕を使ってね、ボスをなぎ払っていることでしょう。まあ、なんつったってね、体力がめちゃめちゃ高いもんだから、まあ、出血がもちろん今メタなわけですよ。で、敵の腕にナーフが入ったとしても、ナーフとも思えないぐらいね、まだまだ強いわけじゃない。で、今回はそのナーフをね、もろともしないというぐらいのバフをかけることができるアイテムをご紹介します。まあ、聖なる血肉っていうアイテムなんですが、皆さん使ってますでしょうか？今装備してるんだけど、こいつです。聖なる血肉。物理攻撃力と神秘を高め、出血の発生でさらに高まるってことで、これね、結構えぐいアイテムなんですよ。で、後ほど、まあ、周回の仕方とか、簡単な取り方をね、ご紹介してるんだけど、まあ、なかなか普通にやってたらね、手に入んないアイテムなんですが、めちゃめちゃ強いです、これ。まず、これ、神秘10上がります。で、物理攻撃力に関しては、今ちょっと何もタリスマンとかつけない状態で、かつ、この血の血球にしてるやつね、を見ると、まあ、1426になってます。で、そこに、物理攻撃力を上げるこの血肉を飲むと、30秒ぐらいなんでね、非常に短いんですが、1563まで上がります。で、さらに、出血でバフも入ったりするので、もう少し上昇が見込めますし、プラス出血の、まあ、神秘が上がってるので、こんな感じで、今神秘70になってると思うんですけど、自分素が60です。199だった出血の付帯効果は202に上がっていて、この上がりやすいものが、例えばまあ出血のこの辺とか、血の勲章の喚起か。とかと、まあ、相性もいいですし、あとはちょっとこの後紹介する眠りとかのね、組み合わせもできるので、トリーナの調子をつけて火力もさらに上げちゃったりとかしてもいいですし、あとはまあそうね、出血バフバフした後の獅子切りとか猛獅子切りの戦技を上げて、まあ、回転をめっちゃした上での出血付与させて、さらにね、出血出血みたいなをするためのアレキサンダー破片入れたりとか、まあなんか本当にそれこそ連続で当てるので、腐敗欲見つけてもいいし、まあバフがね、まあやりたい放題なわけですよ。やっぱね、こう、パッと見の比較での火力って見せるのがすごい難しいんだけど、使っていくとね、あ、これかなり上がってるなっていうのが、まあわかるぐらい変わってくるし、これのまあエグいところは、出血した時に、まあめちゃめちゃ火力が上がるんだよね。まあ 1.3 ぐらいかな。まあ、そこから、まあ歓喜乗って、で、さらに、これ、白面とかをね、つけちゃうと、めちゃめちゃ上がります。1.78 倍ぐらいは上がるんじゃないかな。まあ、2倍は言ってなかったんだけど、かなりね、火力としては出るので、さあちょっとね、聖なる血肉の火力の倍率みたいなのをちょっと見ていこうと思うんですが、血の君主の歓喜がまず、出血状態20秒間、確か余ダメ 1.2 倍。聖なる血肉は30秒間。向こうの世界的にも 1.1 倍ぐらい約上がってたと思うんですけど、出血時に 1.3 倍近くになりますよと。で、さらに白面の効果が、わずかに攻撃力が上がりますっていうことで、こちらも出血後のバフが倍率約 1.1 倍20秒間というふうになってます。まあそこそこ上がるよね。で、そこに、まあ、腐敗欲見つけたりとか、もちろん霊薬とかで、
バフしてもいいですし、溜め攻撃強化もありだし、まあ、あとは出血というかもう火力をもうバカ上げしちゃうんだったら、霊薬のね、吸血の霊薬とかをつけてしまっても、短期決戦でかなりの火力バフが見込めるんじゃないかと思います。それこそ、相手が出血するのを待たずとも、自分が出血状態で、挑めばいいわけなので、まあ、切腹とかをした状態から相手にね、殴りかかるとか、いうのは一つ手なんじゃないかと思います。ただね、ちょっと短いので効果が、自分でプラットロスして、この短い時間でサクッと飲み、霊薬は飲まずいきますけど、この状態から、ぐさぐさと、ポンと。まあ、どんどんね、こう、血を押し付けることができる。1201まで来てるからね。さっき、ちょっと見えたと思うんだけど、600いくつだったと思うんですよ。今、軽く見たので、1200いくつだったでしょ？倍。本当にそれこそ約 1.9 とか、倍率乗ってるのがね、わかるかと思います。しかも、霊薬飲んでないからね。そのステータスで全部消えて、今695だね。なので、いや、本当に 1.、いや、バイトまではいかないか。いや、でもすごいよね。まあ、発動時間が短いとはいえ、こういった出血の、まあ、出やすい武器が今用意されている中で、効果時間30秒もあればね、バカバカ出血させることもできるし、まあ、その度に白面とか血の勲章の喚起は、バフがまた、秒間が上書きされていくってわけじゃない。なので、結構えぐい性能してるよね。さあ、そしたらね、聖なる血肉の入手場所見ていきましょう。場所は川割りの洞窟がまあいいかなと、マラソンには適してるかなと思います。先ほど言ったエラク川下流のまあ上流というか、上に上がってきたところに位置してます。ここはまあ、血気の周回とか、まあ、アイテムも取れるので、隣でね、曹洞亀取れたりもするので、まあ、来てる方多いと思いますが、見ていきましょう。祝福スタートでもうガンダで血気のね、周回している場所まで進んでいきます。で、用意するものがね、ちょっと、2つ3つあるので、まあ、楽に周回したい場合はね、そっちも用意しちゃいましょう。ちょっと先に走り始めてしまったので進みます。で、このまま落ちていって、もうすぐ目の前がね、血気の周回場所なので、まあ、あとはここをね、意見とか、まあ、広範囲戦技でボコボコ殴っていくだけなんですけど、やり方のおすすめがあって、準備したいのがまず意見とかの広範囲戦技。で、そして、切腹、まあ、自戒用ですね。自決用。で、あとはね、霊薬に性攻撃力アップと、吸血の割り雫で攻撃力高めて、で、装備も、応答の剣、アレキサンダーの破片、聖なるサソリ。で、まあ、これはドロップ率が高めたいので、という感じで持ってます。進行自分はね、そんな高くないので、とりあえずこれ、進行少しでもってことで上げてるんですけど、これでワンパンいけないかな？まあ、人によるんだけどね、ワンパンいける。ワンパンは無理か？いや、いけそうだな、待てよ。で、まあ、おすすめがね、先にちょっとこっち来ちゃって、今倒してきたんだけど、ボス部屋に入っちゃいますと。で、ここで、死ぬことによって、そこにね、壊れた魔力画像があるので、リスポーンすることができます。で、魔力画の、みそぎっつったかな、魔力画像を選んで、で、ここからね、スタートするのがおすすめです。で、さらに、多分ワンパン厳しいのかな、まあ、火を力をとかもちょっと持って、火力上げます。で、バン。で、ワンパンいけないかな？あ、ワンパンいけるな。まあ、周回によりけりだと思うんだけど。まあ、これでね、比較的簡単に倒していけるというわけですよ。で、しかも、自決というか体力減っていくので、まあ、自戒するときに割と楽にね、HP を削り切れるんじゃないかという魂胆で。あ、そうね、これだね、今の。今のちょっと光がね、立ってるやつ。まあ、多分周回してると分かってくるんですけど、この短めのやつはもう全部縄。で、
少し光がね上に長く伸びてるやつは聖なる血肉なんですよ。なのでまあ全部取った方がね縄も別にあって困ることはないのでいいんですけど、まあ、最速周回したいんだったらまあちょっとその辺で見分けてねサクサク行くというのもいいんじゃないでしょうか。で見てこれ、こんだけゆとり持ってやってもちょうどねこんだけ削れてきてもう自決1回分ぐらいでいけると。これ妙案でしょ、妙案じゃないか明案でしょ。かなりねあの落ちるあれがまちまちなので出るとき4つ5つバン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 って出るときもあったんですけど、あと火力アップしたい人にいいのあったわ。これいい感じに多分火力アップできるでしょう。これをヒュイーンとやってで飲みます。これでいいんじゃない。ドン、うん、火力上がってるね。 めちゃめちゃ上がってる。火を力をなしでもいいね。まあ、これ使ったらわりかし周回はかどりそう。まあ、でもあれだな、死なないやつもいるな。クリティカルヒットしないやつもいる。血肉、これも血肉や。おお、これも血肉や。いいぞ。そして、これ外れだね。まあ、でも3出たらでかいよ。結構ね、消費アイテムなんで、そこそこ周回しないと、ね、たまんないっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのもね、含め、こう、楽しいところではあるのかなと思うので。まあ、って感じで、ここでね、手軽に快適に周回できるというところで、集める価値とね、周回してみる価値ってのはあると思います。さあ、続きましては、同じくこの血球の腕とか、合わせて使うとね、めちゃめちゃ強い。もう本当にメタ中のメタ、出血プラスで使うと、より強い。まあ、もちろん普通の武器でもいいんだけどね、使うと強いよっていうのが、永眠のね、壺になってます。今自分がセットしてるんだけど、この永眠壺。もともと眠り壺みたいなのがアイテム制作であったと思うんですが、まあ、トリーナの剣とかについているのが、まあ、眠りの属性だったよね。で、この DLC の世界からトリーナの根剣とかね、永眠っていう状態状が入ったと思うんですが、まあ入るんだよ、この永眠の蓄積が。えぐいぐらい入る。しかもこれクマとか、一発投げたら永眠します。めちゃめちゃ眠り深いし、出血でその間にゴリゴリ削っていくっていうのが非常に快適なんですよ。で、このアイテムを見てもらったらわかる通り、まあ、白肉キノコは入手しやすいです。まあ、鈴玉があるのでね、後で紹介しますけど。でただ、水蓮がね、結構入手めんどくさかったりするので、簡単なマラソン方法の場所とかも紹介します。でそんなに数用意しなくていいんだけど、ちょっとした雑魚的、雑魚なんだけどめっちゃ強いってやつね、クマとかさ、赤グマのいると思うんだけど、ボス系のやつね、あの辺とかも、今見せてるように、一発投げたら眠ってくれちゃうんですよ。でしかも起きるまでがめっちゃあるんですよ、猶予が。なので、もうずっと右の、強攻撃ためでね、バン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 撃ってることによって、出血でも火力出るし、で、血の君主の歓喜とかで火力もどんどん上がっていって、もうバカバカ削れていくわけよ。で、ああいうやつって、ただ体力が高いとか、攻撃力が高いだけじゃなくて、避けにくかったりとか、非常にね、動きが厄介だったりすると思うんですよ。そういうやつに対して動きを止めて、かつ好きに殴れるってのは、めちゃめちゃ快適になるんじゃないかなと。思います。で自分もね結構こう試行錯誤して普通に避けるしかり、まあ、なんか遠目からやったりとか、まあ、することあるんだけど、眠らせちゃえばもう一発なんで、あ起きたなってタイミングでもう一発投げればすぐ寝るので、これがねめちゃめちゃいいです。でボスとかもね、神肌のあの二人とかあの辺も、ね、眠りで攻略できるみたいなのがもともとあったと思うんだけど、それがさらにやりやすくなったりもするので、非常におすすめのアイテムになってます。まあ、ちょっと難しいなとか、複数戦で強い敵来ちゃったなとか、いう時に、この壺持っとくといいんじゃないでしょうか。先に、トリーナの信徒の製法書1をですね、場所を紹介しちゃいたいと思います。祝福は青海岸の十字から、上に上がっていったこの辺りで入手することができます。実際に行ってみましょう。一度目の前の石棺に登って経由して奥に進んでいくって感じかな。やばいやばいやばい、死ぬ、危ねえ。そしたらここちょっと段差あるので、段差っていうか崖になってるので越えつつ、この死体から入手することができます。そしてアイテム制作に必要な素材が白肉キノコと、深紫の睡蓮
になっているんですが、水蓮の方はですね、敵からドロップして集めるのが効率いいかなという感じだったので、おすすめの場所を紹介していきます。同じく青海岸の十字スタートで、このちょうどね、青い花がマークされているようなあたりにいる、まあ、黒い人間からね、ドロップするので、まあ、何でもいいんですけど、適当に戦技ぶっぱでね、やれるやつとか、まあ、意見でもいいんだけど、試しにやってみたんだけど、ちょっとね、段差があったりするせいで、あんまり精度が良くないので、まあ、このあたりからもいると思うんですけど、銀スカラベをつけた状態で、まあ、戦技ぶっぱしてって、こんな感じで、どん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 、倒していくと。すると入手することができます。1、2の、ここに3がいて、落ちた。で、4、5。結構落ちるでしょ。で、こいつ白肉キノコも落とすんや。いいね。で、もう数えるの忘れたけど、まあ、7か8ぐらいはいます。こんな感じで、割とね、落ちると思います。まあ、あとは青海岸に落ちてますよっていうテキストがあるんだけど、このソイとかをね、歩いてると、まあ、一応落ちてるんだけど、祝福が近くなかったりとかもするので、まあ、ここで、周回するのが、祝福戻ってと、周回するのがいいかなと思います。そしてもう一つの白肉キノコなんだけど、こっちはね、買うことができます。まあ、容易に手に入るっていう場所もあるんだけど、鈴玉をね、入手してしまった方が楽なので、キノコ折りの鈴玉をね、取りに行きましょう。場所はですね、非常に面白い場所に隠されているんですけど、エラク川の洞窟から下っていったインジャ川、違う、エラク川下流だね、から、進んでいきます。そしたらすぐ目の前ね、滝になっているので、滝の方向を進んでいってもらって、滝の目の前に、石柱がね、かかってるんですよ、こんな感じで。そこにまずは行きましょう。結構ね、よく見てたら気づきやすいんだけど、今までとちょっと違った隠し方をしてるので、なかなか気づきにくいっちゃ気づきにくいか。あ、でもまあ、見ればわかるか。こんな感じでね、あるんですけど、まあ、適当に弓でも魔法でもいいんだけど、自分今ね、取っちゃってるんで、いや、落ちるか？まあ、これ2なんでね、1もあるんですけど、まあ、一旦2あれば白肉キノコは買えます。はい、これでね、渡せば買えるので実際行きましょうか。キノコ売りは集会で引き継ぎしなそうですね、この感じだと。自分ちょっと今、雑に集会中なんだけど、いや、してるわ。一度取ったら買えそうだね、こんな感じで。で、1個1000円なんで割と高いんだけど、まあ買えるだけ買っといて、水蓮も多少周回して、まあ、使っていくというのがいいんじゃないでしょうか。さあ皆さん、カニ食ってますか？カニ、まあ、リアルでカニ食いたいんだけど、このゆでカニ、まあ、エルデンリングのなんだ、対人とかやってる人はよくこう対人前に噛んでるというか、こう食ってるような印象があるんですけど、攻略でもね、忘れてる方いると思うんですけど、ぜひね使いましょう。なんと物理防御力 18% アップという結構な、バフをつけてくれるアイテムになっています。で、ただね、これ 18% 上がるっていう認識ではなくて、なんか自分は計算あまり得意じゃないんだけど、加算じゃなくて乗算方式に乗るみたいなんですよ。なので、実際の 18% っていうよりも大きな数字がね、乗ってくれると。まあ自分みたいな計算がめんどくせえよという方は、とりあえず食っとけよというぐらいには、それなりに物理カットを上げてくれて、攻略の手助けになってくれるアイテムっていうのは間違いないかなと。まあカニに関してはそんなにこう言うべきことはない。とりあえず、死んじゃうなとか、火種が大きいなっていう時にとりあえずかじっとけよという説明で終わるんですが、結構 DLC までお預けしてて、久々にやったって方はね、このカニとかの存在忘れてる方もいるかなと思ったので、最後に砦で持ってきたんですけど、まあ、意外とね、役に立つのは間違いないので、ふとね、火力やべえなって時に使ってみると、攻略の手助けになると思います。で、最後に、カニの入手方法をお見せして終わりましょう。まずはですね、このラスカーの廃墟が近いかな。この辺りから進んでいくと、この星見の望遠鏡がある、星見だっけ？があると思うんだけど、この横にね、ラーヤがいると思います。まあ、皆さん知ってると思うんですが。で、ラーヤに話しかけて、最初にね、話しかけると首飾り取り戻してほしいって言われるので、まあ、そこから北西にいるこのエビ腕のボロ屋にいるならず者ですね、
こいつに話しかけて、ルーンで買い戻しましょう。これ戦っちゃうとカニが買えません。人権なくなるって言われてるぐらい、まあ、ミスピックらしい。で、買って後にですね、カニを今度、カニじゃねえか、エビか。ゆでエビを買えるようになるので、1個以上買うことで仲良くなります。で、後々こう、ラーヤに首飾りに戻して、で、今度、その状態でアルター高原行くとですね、こっち側ね、この ローデイルとかの方行くと、カニの売り子が、ならず者がここに移ります。まあ、近場としては、おっと城壁前から戻っていって下っていくパターンか、こっちの、外角の戦場跡から登っていって、道なりに下ってくるパターンか。でここでね、今度カニを茹でてるので、ここで買いましょう。699個かな、買えるので、全部買っちゃうのがいいかと思います。行くのめんどくさいし、あとイベント進行とか進捗によっては消えてしまったりもするので、周回ごとに増やすっていうのは、まあ、めんどくさいのでね、一回で全部買えるようにしていくのがいいんじゃないかなと思います。さあ、ということで今回はですね、まあ、お役立ちアイテムみたいな感じで、4つだったかな、確か紹介したと思うんですけど、どれもね、こう、ちょっとポケットに忍ばせておくだけで、めちゃめちゃ役に立つので、まあ、かなりのね、いろんな攻略法があるし、ビルドの幅でね、かなり戦術が広いという、すごいいいゲームなんだけど、まあ、その中でもアイテムとかはね、誰でも使いやすかったりもするので、まあ、ちょっと禁室が苦手なのにめっちゃ寄ってきちゃうっていう、まあ、魔法使いで禁室はしたくないのに寄ってきちゃうって時に、エイミンツボウと。投げてね、遠くから攻撃するとかもよしだし、エイミンツボと拒絶の時合わせたりするのもありだよね。ただし、まあ、聖なる血肉なんてのはもう本当に、出血派生の武器だったら必ず持っておきたいと言ってもいいぐらいのアイテムになってます。もちろん、もともと血派生じゃなくても、血縁のエヴァか、あの辺を属性付与した上で使うというのもね、いいんじゃないかなと思うので、まあ、かなり戦闘の幅がというか、お役立ちになるので使ってみてください。ということで今回はこの辺りで終わりたいと思います。またね、お役立ち系のアイテム、装備などなどあればまとめていきます。それではご視聴ありがとうございます。また次回後でお会いしましょう。バイバイ。